はい、太田道灌機構山吹の伝説、今日はここ2回目なんですけど、ちょっと前回も失敗していて非常に取りにくい場所なんで、日暮里のですね、新しくできた、太田道灌山吹の里伝説、これ特に紅皿とは書いてないんですが、紅皿かけ皿のことを言ってますね。で、こちらの像ですね、まあ、少し傾いてる感じでですね、像としてはすごい立派なもんなんですが、山吹のね、人差しをと、まあ、これじゃあ蓑にもならないんで、それはどうかも起こりますよね。でここにはですね、鷹狩りの途中で、道灌が急な雨に遭遇しと、農家に立ち寄るとこの娘が出てきて蓑を貸してくれと声をかけたのに、蓑がないということを言ってるんですが、山吹を差し出したと、まあ、道灌公こんなことで起こるようじゃあ名称とは言えませんよね、短期だから。まあ、いずれにしてもですね、それをこの山深くはないですけど、その鷹狩りに行くような場所の農家の一人娘が歌を詠んだっていうのもどうかなと。で、道灌公の山吹の里伝説について他でも何度も話してますけど、もう完全に後世の作り話です。で、いいとか悪いとかじゃなくて、創作ものなんで、これ他でも寄稿してから話してますからね。全部道灌公の山吹の里って言われている場所は全て訪問してきました。で、やっぱり現地で聞いたり、まあ、いろいろ調べたり、やっぱりいろいろ考えていくと、やっぱりこれはですね、まあ、後世関東に入った徳川家康が、まあ、道灌公にあやかりではないんですが、道灌公っていう名称ですよ。非常にクリーンなイメージ、綺麗なイメージの、戦国の世に生まれて綺麗なイメージの武将ってなかなかいないんですけど、太田道灌その筆頭ですよね。まあ、家康公もいろんな戦に出て人を殺めてきたと。でも道灌公の、まあ、後継ぎじゃないですけど、やっぱり関東に鎌倉からですね、まあ、場所を、まあ、江戸にしたわけですよ。で、なぜ江戸にしたのかっていうのは、まあ、地理的な要因とかそのいろいろあるんですけども、おそらく太田道灌公のことを知っていて、鷹狩り家康公もすごい好きですよね。これってまあ元々好きでしたよ。まあ、三河の一向宗を相手にしてた頃はともかく、まあ老後ですよ。駿河ではもう盛んにやってました。江戸でもやってました。これなんでこんなことが起きてるかっていうと、まあ個人的な趣味ですから分かりませんけど、鷹狩りが好きな理由にちょっと道灌公に自分をかぶせてるんじゃないかなってね、神君家康公に対してそんなこと言っちゃいけないのかもしれませんけど、ちょっとそういう思いを馳せるような行動もちょっと見れる。まあ、これはまた別の機会に家康公のところでね、再来年大河ドラマになりますから話しますけども、まあ、ちょっとですね、山吹里伝説についてはもう一度こちらでもね、否定的ですねっていう話をメッセージでいただきまして、そうなんですよ。肯定も否定もしてないつもりなんですが、どうしても否定的と。だから伝説は伝説で、ね、そういう言い伝えがあるんだからいいじゃないかと。なんでそんなね、まあ、私らの言葉で深掘りみたいな、そんなことするんだみたいな、ちょっとお叱りの言葉をいただいて、かなり年配の方でしたけども、やっぱりこれがね、やっぱり道灌公のイメージもそうですけど、やっぱり美しいイメージですよね。で、私がいつも言ってるのが、この女性がなぜ道灌に近づいたのか、これはもう伊勢シンクロですよ。伊勢シンクロが、これ高畑って書いてありますけど、これあんまり見ないんですよね。どこから引っ張ってきたのか分かりませんけど、何か史実があるんだったら知りたいですけど、多分ないと思いますよね。言い伝えなんで、この話自体が後世に作られた、まあ、伝説というか作り話なんで、まあ、こればっかりはですね、しょうがないですね。本当にそうなんですから。ですから、まあ、信じる信頼じゃなくて都市伝説じゃないですから、ちゃんと中身があると。これ中身があるっていうのは後世しっかり作られてるって話ですよね。この歌を読めるほどの女性が農家の農民だっていうのも合点がいきません。そしていつも言ってるより鎌倉御山で英才教育を受けた、特に建長寺なので、学んだ道灌が、それに他の人たちよりも特に文学、読み書きですよね、そういったものには非常に優れていたということが、これは史実でも残ってますし、まあ、他の、ね、人も羨むような息子さんですねと道灌公に言ってます。で、道灌公も、まあ、要は自分の手に負えなかったわけですよ。もうこんなにすごい
子が生まれてしまってどうしていいかわからないとかで、鎌倉五山という、まあまあ、あの高僧の方たちですよね、そういう人たちに囲まれてやれば、まあ、少しはおとなしくいうことを聞くだろうと。あの名称の同心公さえそう思った人間ですから、すごい人ですよね。となるとやっぱりこの鎌倉五山に学んで和歌を知らなかったっていうのはありえないですし、まあ、和歌の道に精進知らなくはなかったんでしょうけど、さらに精進したというところだと思うんですけども、まあ、それにしてもこの山、なぜ山吹なのかっていう、山吹イコール小金っていう意味もあるかもしれませんが、山吹じゃなくてもいいわけですよね。 傘になるようなものだったら。でこの手のひらに載せてる、絵本とか漫画とか物語とかいろんなところではこれがもっと大きいんですよね。実際にかぶれるような大きさのものを渡して渡して渡してると、これだともうお花を渡してるようなイメージですよね。まあ、でもその道館がね短期だったかどうか知りませんけど、結局その話も後世に作られてるんで、撮る人とか地域によって話が全然違うんですよ。中には傘をそのまま見逃さがあってですね、出したっていう話もあるわけですよ。でそんな話を聞いたら、じゃあこの山吹の里伝説は何なのかと、全国各地にあると。要するにこの時期道館港はですね、関東を中心に、江戸を中心に、江戸、川越、岩槻、そういったところを中心に活動してましたから、やっぱり関東にしかないんですよね、基本的に。どっか九州の方にあるって聞いたこともあるんですけど、それは違うと思いますね。その伝承が残ってると、あと駿河、静岡も行ってますけど、それは全然別な用事で行ってますから、今川家の内紛の時ですよね、伊勢神頃と。でどうしてもこの伝説の後ろには、伊勢神頃がいると。だからそういう話がねなかったんじゃないんでしょうけど、何かを元にやっぱり創作されてる話なんで、まあ、それ自体はまあ否定しませんけど、結局伊勢神頃は道館狙ってたわけですよ。ただ道館の人となりがあまりにも面積が高く、殺してしまうには惜しいなと。じゃあ生かしてどうしようかと。まさかね、まあ、自分の子孫は道館に打たれたわけではないですけど、自分の手を及ぼさず大仁月上杉貞政をそそのかして殺させたわけですよ。でその貞政も同じ戦に出ていましたけど、おそらく道館が関わっているといつも言ってますけど、同じ場所で偶然死ぬっておかしいですよね。何かあるわけですよ。ちょっとした戦の内容の問題になってくるわけですけどね。でそれ考えるとやっぱりこの伝説本当にそうだったのかと。で、まあ、残ってるんでそれはそれでいいんですけども、まあ、保護者の方でも話してますけども、まあ、結局、まあ、残してる人たちの話を聞いてると、まあ、伝承ですねっていう話ですよね、まずね。で伝承伝保護者もそうなんですが、伝山吹の里とその場所であったかどうかはわからないんですって話ですね。でこれいろんな場所がそう言われてるんで、それを全部地図化すると、道館港が高狩りに行った場所になってるわけですよ。まあ、保護者に関しては道進港の館があったんで、父のもとに川越から向かってるっていう話がありますから、まあ、それはそれで、まあ、要するに川越にあってもいいんですけど、川越が意外とないんですよね。川越では高狩りしなかったんでしょうかね。道館が足跡を残したところには何かしら残ってると、まあ、横浜っていうのは海の方ですけど、海の目の前で高狩りしてたんでしょうかね。まあ、そこもちょっとおかしな伝承ですけども、まあ、荒川区は特に多い。これ江戸城と川越、もしくは、当時戦ってた、豊島市へのルートにつながってるわけですよ。だから敵城視察も含めて、まあ、道館港はかなり高狩りに行っていたと。道館港の高狩りというのは敵城視察ですから、どこに砦を作ったらいいとか、趣味や遊びでやってたわけじゃないですからね。まあ、その辺ちょっと勘違いしている方もいるんで、道館港は高狩りが好きだと。まあ、家康の場合は少し隠居の後ですね、そういう趣があったようですけども、明らかに道館港はそういうのがありますので、まあ、そこのところをちょっと押さえておきたいなと。はい、山吹伝説でした。